おなら漫才です。今日特別編です。午前中はあのこれ絵本じゃなかったんです。長谷川義文さんの絵本でございます。はい、お楽しみに。出てきたおならが喋った。ようこそ来いてくれました。ラッキーラッキー、短い人生せっかくだから僕と漫才せえへんか。え、漫才？そう、みんなに笑うてもろて、君が来いたで僕が出てきた、ラッキーこいたで出てきたって。で、行こう。どうもラッキーこいたで出てきたです。漫才が始まった。おならの音の研究してまんねん。けったいな研究やな。ブーとかプーとかブブブブーンとかいろいろあるやろ。えらい音やな。野菜もおならしますな。え、野菜はおならしますか。うん、しますします。ブーロッコリー、ピーマンに、ナス、ブーツーピー、食べ物おならに例えなさんな。そのおならをかまされてる野菜知ってますか。そんな気の毒な野菜ありますか。ありますあります。かまされてばっかりで、はあ、白菜白菜かいな。よっ、おなら漫才面白い、もっともっとやってやな。声がかかった。すると相方が、漫才はこの辺でおしまいです、どうもラッキー声が出てきたでした。なんでや、みんな笑ってはるで、もっとやって言ってはるで。この辺でさよおなら。そんなもんな、もうええわ。ありがとうございました。